皆さん、こんにちは。この動画は、脳出血で一命を取り留めた、私の父親であるニゼックが、体の右半分が麻痺しながらも、ネクタイを結ぶ練習をした成果を、皆様に披露させていただくものです。ぜひ、ご覧くださいませ。ご覧のように、父は右手が麻痺しており、指を自力で開くことができません。健常である左手を使って、ネクタイを襟に通して首に巻きつけます。ネクタイの細い方を麻痺した右手の指の間に入れ、胸に押さえつけて固定します。太い方は左手を使って結び目を作ります。麻痺した右手で、ネクタイの細い方を押さえたまま、健常な左手で、結び目を喉まで上げれば完成です。いかがでしたか？私のもう一つの鉄道に関するチャンネル、マイドマイカもぜひご覧くださいませ。皆様、今後も私の父、ニゼックをよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。